なんちっぽけな話していい？いいよ。くだらない話なんですけど、俺はハーブティーが好きじゃないですか。うん、好きな人じゃないですか。うん、そうなんですそして、蚊が嫌いな人じゃないですか。ああ、そうですね。モスキート。うん、買って、ハーブとかを嫌うとかに、で、ベランダにこうハーブを植えてる。で、ベランダにハーブ植えるほどのことでもないなと思いつつ、そのハーブティーの葉、飲み終わった葉っぱを、ベランダに置いといたら、蚊が来なくなるのかなとか思って、待てよと、ハーブティーの葉っぱを、使い終わったやつをベランダにこうちょっと、置いて乾かしてみようかなと思って、ちょっとベランダに出て乾かすしたらどの辺かなとか、なんかこうぼーっと考えて、うん、まあいっかと思って部屋戻ったら蚊に刺されてたって話なんだけど、ちっぽけな話だっけ、はい、さて我々の夏のイベントといしましては、はい、我々といってもさ、この二人は行かないんだけど、そうそう、我々で富士山に登るっていう話を行くんですね。去年、じゃあ一昨年俺がちょっともんちゃがあってたね、なんか富士山登ったよって言ったら、何勝手に登ってんだって言ってた、あった、おいにいがしだして、うん、あれ俺一緒に登ろうって言ったっけなと思って、言ったよ、言ったっけ、言ったのにもかかわらず先に登ってしまったのが、まあ、かれこれ2年前。うん、で、まあ。怒ってたね、あの時。あれはね。怒ってはいないけど、二人に責められてなかった。じゃあ、あんね。で、この人登る気ないもん。あ、そうだ。この人が消しかけるわけ。なんか。登ったらいい、ね。勝手に登ったよ、この人。どう？みたいな。そう、俺は別に思ってないで。俺はびっくりしてるだけなのに、うん、俺こんなに怒ってるよ、みたいな。そう。勝手に登ってね、みたいな。分かったと。分かった、今度行こうって言って、言ってて、2年、うん。2年越し、今年。ようやく。ようやくっていうか。いや、もう、念願の、ね。準備が必要だからね。まあそうだね。ずっと期待した。うん、正直俺も富士山に2回登るとは思ってなくて。そうだよね。そう。1回でいいよね。なんとなく、好きなんじゃないの？なんとなく、いや、好きなんだけど、わがままに付き合わされてるみたいな。これ一番悪い、どっちなんでしょ。煽ったり、下げたり。なんとないね。毎日登ってる人だっているもんね。まあ、いる。仕事じゃない。小学生の女の子とかね、サック登ってるよ。うん、すごいね。3日ぐらいだよ。もうすごい。でね、みんなで登ればいいじゃん。うん、って思うんですよ、うん、俺は。せっかくなら。一人でよ。いや、だって無理は頭痛くなる。まあね、ゆきさんはね、無理だ、多分。リアル無理だと思う。朝日さんとか登ったらいいだよ。楽しさが一個もわからないんだよな。え、なんかその話聞くのは好きだよ。誰かが富士山行ってこんなことあったとか、あ、 そ, う、ね、そういう話を聞きたい。あ、そうだから全然登る気なくて結局二人で行くよって話だよね。うん、気をつけてね。うん、気をつけて。なんか着々と準備してんでしょ、なんか物買ったり。あの、どうして物買いすぎだから。物買いすぎで俺富士山破産する。富士山。富士登山じゃなくて富士破産。なんかだ、何も持ってないわけよ。カッパもないし、うん、靴とか。そう、靴もないし、トレッキングポールもないし、いるのやっぱり。いや、まあ持ってた方がいいんじゃないかぐらいの感じ、うん、全部買うと、カメラもね、ちっちゃい使わなきゃダメだし。うん、カメラいらないじゃん。カメラいらないじゃん。カメラも勝ちだ。勝ちだ。へぇ、そう。着々と今、一個ずつ。リュックもでかいやつ。あ、そう、リュックも買ったの。あ、リュックも買ってる。珍しくない？すごいね。リュック背負ってるとこ見たことない。見たことないかも。見せてあげるね、今度ね。まあ、俺は一緒に行ってるんだよ。うん、ってことでね、行ってきますってことで、ね。楽しみだね。楽しみですよ。お土産買ってきて。ね。なんで富士山の。興味ないでしょ。お土産買ってきてよ。上の方で売ってるやつとか、なんかないの？重いじゃん。なんかいい感じのものだったら。富士山キーホルダーとか。富士山ステッカーとか。富士山バナナとか。富士山バナナとか。売ってるね、普通に。富士山。わかった、買ってくるわ。うん、無事に。うん。そう、無事に。降りてきてください。怪我せず行けたらいいな。うん、はい、ということで、富士登山、無事に行っていただいて、
我々は次のライブは8月26日西川口ハーツでございます。お二人の元気な姿をみんなで拝みましょう。そうだね。もしかしたら二人になってるかもしれない。ぐったりしてるかもしれない、ね、まだ降りてこない、ねうん、はい。というわけで一つ皆様、8月26日のライブ以降もどしどし決まっておりますので、また遊びに来てください。ではでは。あ、俺の光これ明るい。富士山今5合目通が相手の使い方が慣れてませんじゃあ行きますか。よろしくお願いします。ゴー。